さあ、よし。どうもこんにちは。これ声大丈夫かな、響いてるのかな。はい、今回はこちらですね、棚を組み立てを1個していきます。ちょっとこのパソコンの横ですね、このところ1個ちょっと棚追加しようと思って1つ購入をしました。まずちょっと、ね、組み立てしていきたいと思います。今回からこれどうなんだろう、声がちゃんと入ってるのか、ちょっとマスクつけてますけど、やっていきます。説明書はですね、そんなにパーツも多くないんで、ちょっとささっと組み立てをしていきます。もう棚完成図はこんな感じですね。これ全然めっちゃ硬いねんけど、めっちゃ硬い。この板にバックボードを取り付けてください。こいつ、この板に取り付ける。5セット倒しましょう。よしよし、エンド使っていきます。1セット目、はい、2個目。はい、これで今棚板5枚ですね、できました。でこれでこの本体に棚をつけていきます。豚の顔こいますけど、ちょっと兜で熱いんで一回脱ぎました。はい、ちょっともうちょっと組み立てていきます。で棚板をつけていきます。この棚の特徴としては、なんかいろんな角度つけれたりとか、いろんな向きでつけれたりするので、結構自由度が高いっていうのがポイントなんですけど、どうしようかな。一旦ちょっと簡単につけてみようか。これとりあえず1枚で、これどうしようか。
じの特徴は鼻こうとかにつける、なんでデスクみたい、まあ、そう、スクエアみたいなの使えるし、なんだろう、ここにコーヒーのやつを置いて、こっちに豆とか置くとか。熱い。とりあえず一旦一番上の棚をつけるとして、あと2枚やあと1枚とパイプもあるけど、今4枚かな、ついてこんな感じ。一枚下のところかな。よし、もうちょい。はい、一旦これで棚仮止め 1,2,3,4,5 枚で、パイプは一旦つけようか。 OK、 はい、一旦これで棚仮止めと、まあ、パイプも一応つけましたんで、これちょっと本締めして棚を移動したいと思います。だから似合う、よし。はい、これで全部締め込みもつけましたんで、棚を移動したいと思います。意外と重い。はい、棚入れ込んでこんな感じかな。なぜぴったり。で、これちょっと物を置いていきます。The city don't want us, babe. We won't survive this place. The city don't want us. The city don't want it. And if I would lie and stay, it wouldn't feel the same. I won't lie. No, honestly, it doesn't feel like home. Like home.はい、これで棚の方完成しました。で、とりあえずで物をちょっと置きましたけど、ちょっと置くものもうちょっと精査しながら、ただまあコーヒー器具この辺置こうかなとは、ただ、PC 関連、撮影関連のものをこの辺ちょっと置いていこうかなとは思います。どうかな、見た目。床の色と板の色、比較的似たような感じの色合いだったんで、そんなに違和感ないかなとは思いますが、まあ、向きもな。こっちでもいいかも知らないですけど、まあ、ちょっとその辺も含めてもうちょっと精査はしたいと思います。まあ、棚ね、今この位置、この奥行きのところにも置く向きでも棚板変えれますし、これ後悔してないんですけど、斜めにしてこう雑誌置いたりとかもできるようになってるんで、非常に便利かなと思います。まあ、お値段はそこそこしてますけど、比較的見た目良くてちょっと自由なアレンジが効きやすいようになってるんで、何かしら使いやすいような風に自分たちで変えれるかなとは思いますので、まあ、ちょっと使っていってみたいと思います。このチャンネルではね、こんな感じで、この棚もう何個目かな、3個目ぐらいかな、組み立てしてますけど、まあ、こういうの組み立てたりとか
まあ、日常をちょっとこう少しおしゃれにしたりとか、ちょっと生活雰囲気変えたりとかっていうものを紹介していきたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方をぜひお願いします。でまた今回の動画よかったら高評価の方もぜひお願いします。ではご視聴ありがとうございました。